戦場、陸上問わず、さまざまな箇所に使用可能な連結用金具、スナップフックをご紹介します。非常にコンパクトなサイズ感ながら、高い強度を発揮するモデルになっています。一番小さいサイズのこの 1SH で 1.3 トンの使用荷重を発揮します。このスナップフックですが、取引先の漁網メーカーより、当時現地で販売されていたモデルの強度が十分でなく、使用中に製品が伸びてゲートが開いてしまったり、開いたゲートに網が引っかかり、網を傷めてしまうことがあると聞きました。それを凌駕する製品を開発できないかとのリクエストがあり、開発を開始しました。開発は最初に一番小さな 1SH 使用荷重 1.3 トンからスタートし、今では 2SH 1.8 トン 3SH 2.5 トンと3サイズのバリエーション展開になっています。それではこのスナップフックの3つの特徴についてご紹介していきます。まずは高い使用荷重を実現するインターロック機構の採用です。先行して開発していたこのスナップリング IL 型に採用したインターロック機構をスナップフックにも採用しています。この部分ですね。この機構によりより高い使用荷重を生み出しています。実はちょっとこの先行して開発していたスナップリングのインターロックについては裏話がありまして、製品化前に日本国内で現場の方にヒアリングをしました。いろいろな意見をお聞きする中でよく聞いた懸念の声は、荷重による変形でゲートが開かなくなってしまうんじゃないのということでした。そういった懸念を払拭するために社内で引っ張り試験を実施し、破断荷重の少し手前まで荷重をかけた後でも形状変形はするものの開閉に問題がないことをつかんでいました。ですのでこのスナップフックにも自信を持って採用することができました。破断に近い荷重をかけたスナップフックがこちらです。このように試験前の製品と比べると形状は変化しているものの、開閉には問題ありません。次に、コンパクトさと強さの両立です。この手のひらサイズ 1SH で 1.3 トンの使用荷重を発揮します。設計時には、こういった箇所にくぼみをつけたりするなどして、製品のさらなる減量も考えたのですが、実際の使用時にいろいろな方向から力がかかることも考慮し、逆に必要な部分にはしっかり肉をつけ強度に反映させることをしました。先に述べたインターロック機構と合わせ現場で十分な強さを発揮する仕上がりになっています。そして最後3点目に優しいフォルムです。浅野は形状をコントロールしやすい鋳物を得意としています。その知見をこの製品にも余すところなく活かしています。例えばこのゲート部分です。本体内側に少しへこませることで開閉時の指やロープのかかりを考慮しています。外側は適度に張り出させて押し込みやすさを向上させています。さらにゲートのヒンジ部分は本体でカバーされ衝撃から守られるように設計しました。またここの留めネジでゲート開閉のテンションを調整したりネジを外してスプリングを交換することもできます。ここまで3点スナップフックの特徴を紹介しました。ここまでスナップフックについてご紹介してきましたが、いかがでしょうか。他にもインターロック機構を備えた製品がありますので、一つご紹介します。こちらがスナップフック B 型です。独自のツールーム構造を備え、少ない金具で連結がスムーズにできる特徴があります。
こんな感じですね。中間のセンターバーが荷重下での変形を抑え、3トンの使用荷重を誇ります。以上、耐摩耗性、耐食性に優れた特殊ステンレス製で、戦場、陸上、さまざまな使用が可能なスナップフックシリーズをご紹介しました。別製品のオートシャックルと並び、実際海外でも使用者の方の数が増えています。展示会出展時にもスナップフックを使用中の業者さんから声をかけられ、タフな使用にも耐え長く使えていますよとお褒めの言葉もいただいています。今後も浅野ではお客様とのコミュニケーションを大切に、製品の改良、新たな製品の開発に努めていきます。